またしてもレパローが増えてしまった。うん、なんで服汚いまんま横に分裂するんやお前らは。新品の服になれよ。コピーされたやつらは。っていうことですやな。まず何を聞こう。実は1個あるんすよ。お、何？なんかレパローって割と旅行の手配とかするっていう話を聞いたことあって、ああしますね、俺の手配。そうそう、はい、だから今まで行った中で一番お気に入りの旅行先聞いてみたいな。お気に入りの旅行先か。ちょっと覚えてない。覚えてない。印象深いところ。これちょろい。これちょろいです。じゃあ、まあ、順番に1番から聞いてこっかな。1番、ででん、お気に入り旅行先は。おー、岐阜県の下呂温泉。ちゃんと都道府県と行った場所で指定してくる。うん、鮎を食べました岐阜はね。銭湯好きなんやね、一番のレパローは。見たいですね、温泉お気に入りっぽいです。神奈川で。神奈川、え、どうした誰や。どうしたどうした誰や。おい、フライングした誰や。何番のレパローや。おい、え、3番のレパローか。え、3番違う。何番のレパローやお前。まあ、ええわ。2番1個も聞いてたら分かる。フライングした悪者誰か。まあまあまあ、そうやな。じゃあ次2番のレパロー。お気に入りの旅先は小豆島。もう君もなかなか旅行行ってそうやね。うん、次3番、君のお気に入りのところはどこや。お前やんけ、やっぱお前やんけ。あっさりなお前だけ答えが。神奈川です。神奈川のどこやねん。いやほんま、お前神奈川広いぞ結構。行ってるちゃんと。横浜行きましたとかあるやろ。鎌倉行きました。どこ行ったん。鎌倉、横浜。ああ、横浜が良かったんや。横浜に行ったんや。最後4番お気に入りの場所は、ああ、トロッコ列車ね。あ、トロッコ列車です。トロッコの横を見ながらこう川下りするってのが行きましたね。はあ、この4つか。何番が今んとこっぽく見えてる。俺4番か1番かな。ちゃんとその地名プラス何やったか言えるのは実際に行ってそうやなっていう強さを感じますよね。はい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 。旅行行ってる。あの3番の薄さがすごいもん。神奈川です。3番神奈川ですやろな。まあとりあえず地音は省くとしても、まず俺2番の小豆島って答えてる、はいはい、レパロ、ここに関しては前世で、ちょっぴり3をつけないで、あーはいはい、議論が起こったやんか。そうですね。そん時があったからですつけてると思う。はいはいはい、ちゃんとみんなに合わせるために、ね、にもかかわらずまた小豆島ってやったっていうことは、反省が見えへんと思う。レパロの性格を考えれば2番が一番怪しいんじゃないかと思うんだが、どうだろう。確かに言われたらそうやな。おい、首横に振ってるけどどないすれ。2番にしちゃおっかな。2番と3番どっち爆破しちゃおっかな。いやでもロボルさんの理由納得やわ。2番のお前は偽物だ、死ね。よーし、レパロは反省する。悪が去った。よし、そうだよな。いや、なんか3番が喜んでんねん。お前ちょっと臭いな。助かったみたいな感じ出してない。神奈川お前助かったからすごいな。神奈川ですみたいな回答したら許さんから。ほんまに。どうします次。なるほどね。レパロが実はこの前初めてブロマガを書いたんですよね。ブロマガ投稿されてましたね。あの出来に点数つけてほしい。あ、自己採点。ブロマガの自己採点してほしい。うわお前、はいはい、これむず。本番は多分自己採点100点やと思うねんけど、不安感からこの点数ぐらいじゃないかという予想。今度は逆に4番から聞いてみようか。おー、初めてこの前ブロマガ書いたそうやけど、その点数は何点かな。60点。ギリギリやな、単位もらえる。ギリギリ。お、大丈夫か。お次3番85点ですね。おお、意外と高得点かな。ちょっと A 見る見られる。85点ですね。うわー、で1番、80点です。80点。おお、近いね。無難なとこ出してきたね。面白い面白い。これちょっと推測してみよう。ちなみに、ブロマガは対人ゲームが楽しすぎてやめられんのだというタイトルで。そうですね。はじめまして、レパローです。ついにブロマガも参戦。趣味の話ばっかりだと思いますが、処刑やん。よろしくお願いします。あれ、3番が慌ててんの。なんか3番が急にリアクション。3番が慌ててんの。どうしたんやろこれ。ちょっと今のもいいヒントになったかもしれないなこれ。で、まあこっから回答ないけど、60点。はい、
ちょっと臭いな。6時ちょっと臭いよな。そんなギリギリの点数のやつ書店で出すわけないやん、うん、臭い、わかるわ。はじめのもんやからやっぱ本気で書くから、そうそう、自己評価は高いはずやね、うん、最初のプロはさすがに。って考えたらこれはあのレパローの中身を取り違えた、うん、あの控えめに言っておけばレパローとして認められるだろうという鮮やかな人間早いのやろ、この60点は出てるよなこれ。でこの2択正直差はないない、差はないないけど、読んだ時の3番の走り方がちょっと俺引っかかってる今はいはいはい、はい、いやでも85って言っといたくせにいざ呼ばれたら恥ずかしがるみたいな、ちょっとおかしくないっていう。確かに高得点を出してるにもかかわらず焦ってるようなリアクションも見せてしまった。そうそう、で一番は微動だにしない80点だし、そう、一番はちょっと覗こう、分からへん、はいはい、で3-4やな、3-4、うん、このレパローの文章を読んで焦った3番なのか、その60点出しをした4番なのか。というわけでゲーム実況者だし、まずはやっぱりゲームだよな。みんなどんなゲームやってます？僕が好きなゲームジャンルはともあれ対人ゲームばっかり。あーなんか慌ててる慌ててる。あどうした？一番もリアクション取り出した。あ寝た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 、なんか一番まで動き出したぞ。一番も動き出した、一番焦って動き出したんか。どうなんやろ。4番は微動だにせえへんわ。4番余裕やな、4番余裕やな。60点のブルマが読まれても何も感じひんぞこいつ。やっぱ60点はちょっと浅はかさが出たなお前。はいはいはい、うん、お前さては偽物やろ。どうした目は、うん、違います。お名前気やな。お前はレパローではない、さらばだ。いやーレパやと思う。ちょっと60は臭すぎるよな。最初の出来がええと思っとに違いないね。ほんまは50点やけど。さあ残るは2人のレパローになってしまったわけだが、なんか聞いたことある？あ、じゃあレパローが一番ゲームが上手いと思う人とか聞いてます？上手いと思う人。ゲームが上手いか。これで差別できたらいいな。これさあ出る？一番君、うん、誰が一番上手いと思う？ゾムさんです。はいはいはい。です臭いで。予想通りというか。予想通りやね。じゃあ三番、君は誰が一番上手いと思ったの？ゾムさん。あーデスの上で区別する感じになったか。さあこのデスあるなしバージョン出ました。過去問も振り返りながら答えていこう。あー確かに。3番、まあ、はい、神奈川です。大風水です、正直。うん、うん、うんちですこれは。まあでもあれはレパローらしいミスといえば、まあ、まあらしいっちゃらしいねんな、あれで。最後ゾムさん、このゾムさんが引っかかってないねんな実は。俺人味はシンプルに答えたいっていう本物レパロー感があるよな、これ3番ある。に対して1番はなんと常にデスをつけ続けている。浅はかさが見えてる気がするんだが、どうだろう。いや俺はロボルさんと同じ考えでしたよこれは。おお支持してくれるこれを。これは 100% 1番が偽物やろ。うん、お前ちょっと浅かったろ。デスしてたらいいでしょか。反省しろあの世で。よし、お前1問目神奈川です。ちょっとやばかったけど耐えたな3番、うん、もうお前が本物やと思うわ。さあレパローよ、お前の声を聞かせておくれ。ありがとうございます。やっぱり3番に、あーやっぱそうか。解かれて浅かったな。じめまして、レパローです。読むなプロマガも参戦。読むな読むな、そんな人のプロマガ。みんなどんなゲームやってます？えぐすぎ、えぐすぎる。やめてよ本当に。誰がどこの檻やったかちょっと一回その前に立ったら指定してみてや。これ4からいこう、4からいこう。あ確かに4番。まず60点ですを出すようなやつや。俺血の打つどっちかやと思ってた。あそうそうで6って数字が好きなのはちょっと打つの気がするんだ。なんで？あま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 あ、じゃあ俺がここね。小豆島だけやねんな。でその 前回のことに対してのミスをするやつ、これチーネやな。はいはいはい、これチーネやわここ。うん、でここ最後じゃあトントンやお前。なるほど、これが予想ですか。そうそう、はい、じゃあそれぞれ本当の檻に入ってください。はい、3回そうだよね。いや俺マジで俺小豆島打つのはマジで感じマジで絶対マジで大先生マジですごい。でもすごくないですか、あの最初の旅行の問題でその僕がほんまに行った場所を1番と4番が当てて、うん、その2番と3番やっぱほんまに行ったことあるん。ほんまに行ったことあるんですよ両方とも。いやまさかデスで俺間引かれると思わなかったから。でもねちょっと臭かったのはわかる。
そうなんだ。わかるなと思った。これちょっとなんか逆もやりてえな。レター質、あの何質問者側。ああ、はいはいはい、確かに。